さあどこでもサスケ挑戦者は高橋電気店勤務高橋亮25歳。日頃電気店の勤務の合間にトレーニングに励んでいます。初挑戦ながらファーストステージクリアなるのか。さあ勢いよくスタートしていきました。まずは反り曲がるベンチ、いかにバランスを崩さずに渡るかが重要です。さあここは高橋危なげなくクリア。続いて排水口スクワットステップ、振り子を使って排水口を渡っていこうっとクリア。続いてはいい感じで掴んでジャンプ、まずはいい感じで掴んだ、掴んでそこからのジャンプ決まった、素晴らしい。さあ次に平行棒をトラップする、平行棒を渡りたくなるのグッとこらえてスルー決まりました、素晴らしい。さあ最後は難所滑り台逆走クライムラン、ここは少し厳しいか厳しいか、いや登っていった、素晴らしい。さあ走る、ボタン押す、ボタン押す、決まった。高橋初出場ながらファーストステージクリア、素晴らしい動きでした。見に来ている妻と息子に手を振っています。続いてはミスターどこでもサスケことバイヤー高橋32歳。この男なくしてどこでもサスケは語れません。果たしてどんなタイムを叩き出してくれるのか。さあ余裕のスタート、まずは反り曲がるベンチ、果たしてどう攻略していくのか。しゃがみ込んだー、しゃがみ込んだー、しゃがみ込んだー、どうしてしまったのかミスターどこでもサスケ。反り曲がるベンチを前に戦意喪失です。皆さんお久しぶりです。どこでもサスケ春の陣は再び制作費がないため公演での実施です。遊具には春満開の桜に負けず劣らない桜の模様が輝いています。挑戦者は2年連続出場高橋電気店勤務高橋亮25歳。昨年の成績から完全制覇が期待されています。さあ勢いよくスタート、まずはクワッドステップミニ、本家よりだいぶ小さくなっております。ここは危なげなくクリア。続いてターザン釣り革、こちらもクリア。続いて新競技足曲げクリフハンガー、こちら設計者のミスで足を曲げないと足が床について失格となってしまいます。おっと高橋器用に足を曲げていきます、クリア。最後に待ち受けるのが最難関パワーハンドル、250キロのハンドルを回していかなければなりませんが、こちらをぐんぐん回していく、ぐんぐん回してボタンが出てくる、ボタンが出てくる、これを押して、押してクリア。この男とどまるところを知りません、素晴らしい動きでした。興味に来ている妻と息子に手を振っています、歓喜の表情です。息子はシンジ、妻はケイコだそうです。さあ続いてはミスターどこでもサスケことバイヤー高橋、お客さんに手を振る余裕を見せています。この男の力未知数です。さあ余裕のスタート、まず待ち受けるのがクワッドステップミニ、しゃがみ込んだー、しゃがみ込んだー、しゃがみ込んだー、しゃがみ込みました。お久しぶりです。どこでもサスケ秋の陣はまたもや予算がないため商店街で取り行います。挑戦者は高橋電気店勤務高橋亮25歳、どこでもサスケ常連の仲間入りを果たした高橋、どんな動きを見せてくれるのか。さあ勢いよくスタート、まずはイエローレンガステップス、黄色いレンガ以外を踏むと失格となってしまいますが、ここはスルリスルリと駆け抜けていく。続いてランダムフラッグ、ランダムに揺れるフラッグを華麗に避けていく、素晴らしい動き。続いて最難関ジャンピングポール、両足飛びでポールを飛んだ飛んだ、素晴らしい動きですと走っていく。おっとここで高橋、どういうことだ、お店に入っていきました。そして何かを持って出てきます、これはどういうことでしょうか。高橋走ってくる、袋を開けると、おっとボタンが、最後の仕掛けはショッピングボタン、3番目のジャンピングポールがヒントとなっておりました。
高橋そこの気づけた起点が素晴らしい。興味に来ている妻と息子に手を振ります。さあ続いてはミスターどこでもサスケことバイヤー高橋。前回と打って変わって真剣な表情、反省したようです。さあスタート。しゃがみ込んだ。お久しぶりです。どこでもサスケ夏の陣はついにどこの許可も取れなくなり川です。挑戦者は高橋電気店勤務高橋亮25歳。前回完全制覇を果たした高橋、前人未到の2連覇を狙います。さあ勢いよくスタート。まずはグリップザウッド。さあこの木にしがみついていられるのか。どうだ、冷静にしがみついている。おーすごいぞ、しがみついてる。耐えました。続いては最難関ストーンブリッジ。この細い石の橋を渡り切る。おーっと、早い、駆け抜ける。さすが前回王者、早いです。続いて最難関そり立つ石壁。この向かい岸の石壁に捕まらなければなりません。さあ入念にイメージトレーニングをしています。高橋さあ渡ることはできるのか、精神を統一しています。さあどうだ、ここは入念に時間はたっぷり残っています。さあ行くか。一旦精神を統一します。精神を鼓舞します。自分を鼓舞します。さあ行くのか。行く、精神を統一します。さあ係員が一度様子を見に来ますが大丈夫なようです。さあ行くのか。さあ時間がないぞ高橋、まさかここで脱落となってしまうのか。さあ高橋飛ぶか。飛んだー。高橋なんとファーストステージ脱落です。なぜか笑っています。悔しさを表に出しています。なぜ白い靴で来たのか、なぜ来たのか、びちょびちょです。さあ続いての挑戦者はドミスターどこでもサスケことバイヤー高橋32歳。さあなぜかびちゃびちゃです。さあしゃがみ込んだ。土地狂った、川に入った、笑った、ふにゃ座りました。川に座りました。夏が来ました。